Good morning YouTube 今日は栗橋病院、畑先生による CTOPCI の予後ですね。<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、最生期栗橋病院の畑です。今回は実臨床で経験したセミ患者で CTOPCI がフェーラーに終わった患者さんなどを経験して、まあ、急性期の、えー、治療成績が予後にどのように影響するのか、また今の CTO に対するエビデスについてまとめましたのでご報告させていただきます。 まず、えー、CTO、つまり、冠動脈の慢性関税閉塞病変についてですが、冠動脈増えを行われた10から15%程度に認められていますが、あ世界で CTO に PCI を行っている割合は5%と少ないのが現状です。CTOPCI は左の図の JCTO スコアによる病変の難易度を評価することができ、例えば、石灰化があれば1点、閉塞症がなければ1点とか、3式にスコアをつけることができます。 しかし、スコアが高いほどガイドワイヤーの通過するまでの時間が長くなり、成功率も低下します。そして、病変を通過させるためにも、巡航性アプローチや逆光性アプローチ、さらに ADR といった義空から血管内部を通過させるためのデバイスや、閉塞部でバルーンを膨らませて反対側のワイヤーを通過させるリバースカートとレベルの高い技術が必要です。 さらに CTO 実者になるには経験が必要で、これはアメリカの新人術者が1年間 CTO 治療を行った結果になりますが、手術件数が増えればワイヤーの通過、治療の成功率も50から80%まで上達します。しかし、手術件数が増えれば、免室の頻度は減らせるものの、新タンポナーデといった血管損傷や出血合併症が増えていきます。 ここで血管損傷や出血合併症が増える CTO 治療をなぜ行うかについてですが、その一つの答えとして、Horizon AMI Trial という報告がされて、赤線が CTO 病変を,もを含む多死病変、緑が多死病変、青が一死病変を示しています。心筋梗塞の責任血管でない CTO 病変を持つ場合は、多死病変よりも3年間での死亡率が高いことが報告され、 CTO 病変に有する多種病変があることはよくは悪いことが示されました。そして、えー、待機的な血行再建が成功した場合には、メイスおよび死亡率を下げることや、CTO 患者に,に PCI が成功した場合は、まあ、LVDVA4mL、LVF は運転3%改善することも報告されました。しかし、対照的に最近の2つの RCT が報告されました。まず 指摘薬物療法と CTO ・ PCI を比較したユーロ CTO トライアルでは、登録症例は65歳、OMI20%、LVF は55%の CTO 病変への治療というのは、QOA や強心症症状、運動対応の CCS 分類を CTO ・ PCI では OMT に比べて改善させますが、 ディシジョン CTO トライアルでは、63歳、OMI10%、LVA57%、ステーブル CAD が60%、CTO 一死残存の症例に、CTO が成功しても失敗しても4年間の予後を改善させない、予後改善効果に乏しいという対照的な結果となりました。ここで今までのことをまとめると、CTOPCI に成功するとメースセ死亡率を下げるが、赤薬物療法と比較すると症状緩和にしか効果がない可能性があります。 しかし、CTOPCI の急性期の仕上がりについての評価は限られています。そこで今回の論文に入らせていただきます。これは CTOPCI 後、急性期の結果による長期的な心臓死及び心筋梗塞の発生率を調査したものです。中国からのタンシスからの報告で、2010年から2013年までに1子以上の CTO を含んだ PCI を受けた患者を連続登録したものです。 CTO の定義は3ヶ月以上ティミゼロであること。ブリッジングコラテラルあるものは、あるものの閉塞しているか不明瞭なものは CTO と定義しています。また、1回の入院で複数回 PCI を行った症例は最後の主義を登録しています。コ、え、デ、ー、ここスタリィフローチャートですが、えー、成功、不適切、失敗と3つに分けさせていただきます。成功例は再完流が得られティミさんで終了したもの。 不適切というのは分岐、えー、部閉塞や TB12 で終了したもの、30%以上の残存狭窄があるものとします。失敗例は閉塞病気にバルーンが通過しなかった場合,場合をと定義し、えー、成功例は1562人、不適切例は399人、失敗例は698人が登録され、それぞれ30日までは100%、5年間までには90%の患者がフォローされました。患者背景ですが、年齢は57歳。 OMI の Q は40%、PCI 歴は10%、バイパスは3%、LVF は60%保たれ、EF40% 以下の症例は3%程度でした。またあ、この研究では不安定狭心症の患者は50%は含まれており、それぞれの群で差はありません。肝動脈病変と治療部位に関しましては、成功群、不適切群、失敗群で3子病変の割合は42.8%、39.1%。39. 48%の失敗例で多く c t o 一種の割合は成功群で95.2%不適切群と失敗群で91.7%です LAD に最も多く治療を行われたのが不適切群の43.5%で RCA は失敗群で54.8%と多く治療を行われていますセント内閉塞の症例は不適切 群で最も多く、病変の難しさを表す病変の屈曲や45度以上の屈曲、長い閉塞症や石灰化失敗群で多く認めました。また JCTO スコア2点以上の症例は、成功群で39%、不適切群で43.5%、失敗群で57.2%と、失敗群でスコア高い傾向にあり、80%以上が頭骨止めからアプローチされています。また、i o b の使用率は10%未満。 どの群も98%が準光性に治療を行われております CTO 病変にステンと流出された症例は成功群で98%、不適切群で64%、失敗群で3.6%でしたまた CTO 病変以外に治療を行われた割合は成功群で10%、不適切群で14%、失敗群で29%に行われました 初期合併症は、帰りと分岐部閉塞が不適切失敗群で多く、帰りは40%。分岐部閉塞は不適切群で41%、失敗群で30%に起こりました。入院期間中にかかった費用は、失敗群で最も少なく、不適切群で最も多いことが分かりました。アウトカムですが、それぞれの群で30日間での心筋梗塞や死亡。 虚血イベントによる血行再建の割合に優意差ありませんでしたが、5年間で比較すると、心臓死、または心筋梗塞は不適切群で10%と最も多く発生し、適切群と失敗群で 6%, 6と優意差はなく、心筋梗塞の割合が不適切群で10%近く起こったことが分かりました。しかし、再血行再建の割合は不適切群失敗群で多く発生しており、特に失敗群では27%の症例で再血行再建が行われました。 カプラマイヤカーブですが、震度死に関しては3つの群で差はなかったものの、心筋梗塞は3年をめどに不適切群が多く発生していることがわかります。では、なぜ不適切群で3年をめどに心筋梗塞が多かったのか、サブグループ解析を行ったところ、不適切群の定義である即死閉塞、T ミー1に終了。 30%以上の残存狭窄の3つをそれぞれカップラン・マイヤーを見たところ、即死閉塞を起こした場合に優位に3年以降に心筋梗塞を発症し、残存病変がある場合も優位さはないものの、3年以降に心筋梗塞を発症していることが分かりました。5年後に心筋梗塞を起こす原因を高度分析で行うと、不適切治療が行,行われることが最もハイリスクであることが分かります。こちらがセントラルイラストレーションです。 治療成功群では費用、心臓死、心筋梗塞の割合は2番目に低く、再結構再建の割合は一番低い結果でした。最も費用がかかり、心臓死、心筋梗塞が多かったのは不適切群で、失敗群は費用も心臓死や心筋梗塞の割合は少ないものの、拒絶イベントに最高結構再建を受けていました。ディスカッションです。CTOPCI 成功の有無では、長期的な心臓死及び心筋梗塞のリスク低下を認め 認められなかったんですが失敗群で CTO 以外の病原に20%の症例で PCI を行われており束縛循環が改善されたために拒血イベントが減った可能性がありますまた即死閉塞が晩期に心筋梗塞を発症するリスクが高く j t CTO スコアによる病変の評価だけでなくハンドメック CT による即死閉塞のリスクや微満性病変など実践リスク評価を行い不適切な結果を下げるために十分な事前計画が必要であります イミテーションとしては、後ろ向き観察研究であること、単節で潜在的なバイアスがあること、現代的な CT o 治療を行っておらず、IOBAS の使用頻度や対策増 A での評価、ADR やレトロの使用は少なかったこと、脱病変が急性期の結果どうかに関与していることや、まあ、観察期間中の QAL を評価してないことが挙げられています。えー、最後です。 即死閉塞や気味に30%以上の残存狭窄を残す不適切な血行再建は、適切な血行再建および失敗と比較し、心臓死と心筋梗塞の発症率を高めることが示されました。また、過去の報告と同様に CTOPCI の成功の部分は、心筋梗塞や心臓死を抑えることまでにはつながらず、即死閉塞を減らすことは費用を減少させることだけではなく、予後を改善する可能性があります。以上です。 はい、ありがとうございました。えー、っと、CTO、PCI の旧性期の結果によって用語がどう違うかということを、中国の短施設の後ろ向きの、えー、データでお示しいただきましたけれども、えー、結局、成功失敗は関係ないと。で、はい、中途半端にやっちゃうのが一番良くないという、まあ、そういう結果でしたけれども、なるほどという。うん また、さらに一段ですね、CTOPCI へのハードルが上がったかなっていう逆に感じがしちゃいましたね。つまり、やるんだったらもうパーフェクトにやらないと意味がない上に、パーフェクトにやっても意味がないっていう、<laughs> つまり、もう負けしかないっていう、いいとこす引き分けっていう、そういう理解でいいですかあの、EF が保たれてる場合ですね。うん、なるほど。 一応、ロー EF のおー、ちょっと今回は示すお示ししなかったんですけど、ロー EF に PCI をした方の、うん、ただ N が少ないんですが、えっ、ー、と、ごめんなさい。あれ変な人出てきたて。加藤さん。<laughs> の結果なんですけど、これ EF ごとに分けていって、まあ、成功失敗で見たところ、 EF50% であれば10.2%、面、まあ、スが起こって、e、EF が35%の人に成功すれば16.6%、逆に失敗したらまあ50%、30か月で面スが起こるということはまあ報告されているので,で、要はロー EF の CTO に PCI して成功することのメリットっていうのはあるんじゃないのかなとは思うんですが、ただ、N が少なすぎます。そうだね、まあ、そうだね。 つまりま、何ともない人っていうか、元気な人、EF が保たれているような人には、やっぱりまあ恩恵が少なそうかなと。それは、イスケミアの結果とも一致しているかなと思いますけどね。うん、あの非常に、んていうか、面白いというかあのですね。まあ、ただ、もちろん、これ、何年から何年ですかこれ、2010年から2013年ですね。あ<の>だからあの、黒い。 なんだけどそう古いし、えー、とちょうどその時あたりから、まあ、中国ってこうデベロッピングというかですねそのかなり現在に至るまでに、えー、中主義がすごく習熟,習熟していると思うので、まあ、今の結果とは少し違うと思いますしそもそもこれだけフェイラーがあったからこそこのスタディって成立しているというか。 あ,のある程度の数を、ね、担保できているからまあ比較できるかなというふうには思うんですけど、日本はまあこういうふうにはならないかなという気はしますけどね、まあ、ただ、えー、こういう時期だからできたかなり貴重なデータだと思いますけれども、何かご意見、えー、明日からどうすればいいのかというようなこと、なんかありますか,かはい、梅見先生。 どうぞ。あ、いいですか、あのちょっと今回の CPO の PCI なんですけど、まあ急性期ってこれ、最初になんか ACS が乱化できて、で CPO が、まあカルプリットじゃないとこの CPO があって、それを後日 PCI したっていうスタディーでしたかえっと、まあ UAP の方は50%を含まれていて。 ACS で聞 AC い1.4なんですけど、まあ、最初にこうカルプリットに治療して CTO があって、そこにえその入院中に治療した場合は c t o p c i にカウントされます。あともう一点があのその即死閉塞とかであの、まあ、要はまあ合併症生じた症例でその MI の発生率高いということなんですけど、その MI を発症する、まあ 病変と言いますか、それって CTO とはまた別の病変とか、まあ、CTO に関連した冠、えー、動脈に関してのイベントなのかっていうのはこの論文に関して言えば CTO の治療による即死閉塞なので他の正常血管正常血管とか狭窄病変に治療して即死閉塞を,を起こしたっていうわけではないです。その 後日ですね、まあ、後日というかその4年間とかのところで起きる MI っていうのは、あまりその CTO の冠動脈とはまた、あまりどうなんですかね <laughs> ?1、まあ、一つとしては、不完全な血行再建をして、この即死が潰れても、そこの他のコラテラルソースが、うん、あー出てるわけじゃないですかで。逆にこの病変以外のところ、そのコラテロールソースのところの心筋梗塞とかで。 狭心症で運ばれてくるってことです。うん、あはい、ありがとうございます。なるほどね。うん、まあ難しいですね。はい、長谷川先生。あすみません。えー、っと、失敗した人は、なんかバイパスになったりとかしたんですかえっと、そのまま放置ですかこれは、そこまでは記載はなかったんですけど、まあ、過去の報告とかを見ると8、8%の割合でバイパスをされたりとはしています。 あ過去の報告ですねもしそのバイパスとかされてたら、その成功すれば一応バイパスは回避できるっていうふうな結論とかになのかなと思ったんですけど、あんまりじゃあされてないとなると、うん、まあなんかあんまりっていう感じですね。逆に長谷川先生の施設ではどうしますか、はい、?CT を、まあ、例えば、はい、右 CT を左の LED に7号あって、 じゃあ右のからやりましょうかっていう時に、はい、まあうまくいかなかったらその場で LAD やっちゃう。で終わり。それとも、えー、西あるので、じゃあ CTO うまくいかなかったからバイパスにしましょうってなる。どっちえっと、まあそのやっぱ病変にはよると思うんですけど、LAD が CTO だったら多分バイパスにえ、はい、っと、えー、っと、まあ ライトが CTO だったら、ちょっと、まあ、メディカルになるかもしれないです。<laughs> LED だけやって、<laughs> メディカルになるいいに <laughs> そうですか。なるほどね。いや、だからねそ、それ、まさにそれ、そういう感じなんだと思うんですよね。その、えっ、ー、と、CTO を含む多死病変の患者さんは、CTO をトライして、じゃあ、それうまくいかなかったら、バイパスっていうフローにやっぱりなってないと思うんですよね。だから、確かに長谷川先生の着眼点は面白くて、失敗例が、 えーとほとんどというか、まあ、かなりの確率でバイパスに回ってるんであれば、この差は成功失敗だけでは語れないっていうことにはなるんだけど、多分あの失敗してるうちの20%がや,なやってんだっけ、他の枝に。他の枝にやってます。ということは、うん、だから今みたいなケース、c、まあ、ートうまくいかなかったから、せめて他の7あ広げておきますかっていうような、まあ、そういうやり方だよね、おそらくね。はい。 であとのものに関しては、何だろう、まあ、他の機会に、えーまあ、残存をやって、あと、まあ、詰まっているところは、まあ、日本からの術者をお招きするか、もしくは、えー、なんだろう、内、ま、服、あ、治療っていう形で、まあ、お茶を濁してるんじゃないかなと思いますけどね。なんか成功,そうだ、ね、成功したらいいけど、失敗しても別に大丈夫だよねっていう治療は、どうぞ、柴田先生。 どうぞまあとでもう一個違う質問しようとしただけでした。いいよ。あ、いいですか。ちょっと南先生の質問とすごいかぶるんですけど、M、結局心臓死も多くなってないけど、MI が多くなってるんですけど、MI っていうのは即死だったんですか、結局。本間それは分からない。これは即死です。本間ではなくて、即死の MI。即死。あ、即死の MI か、即死の閉塞が関与したっていうことで。 えっと、サブオプティマルの、えっと、定義が3つあったんですけど、その中で MI を起こすのを引っ張ってそうなのは即死の閉塞を主義中に起こしたっていうのが途中でなんか出てたのであったんですけど。ああそう、そうです。即死ということは、の MI の。これ別に即死の、即死、閉塞した即死のところに。 次に MI を起こしているかどうかは関係なくというか分からなくて、即死閉塞したような症例というのは、その後の心筋梗塞が、心臓死が多かったとっいうだけの話だよね、これ。はい、これなんかな、なんで即死閉塞が起きると、3年後に急に MI が起き始めるんですか、これそこが、まあえー、っとここで、えー、考察されていたのが、結局、即死の閉塞の,そのコラテラル総数がだめ、あのー、になる。 からっていうことでしか、まあ書いてはいなかったんですけど、そのどこがやられて、えー、悪かったっていうことまでは書いてはなかったです。そうすると CTO への PCI が悪いんじゃなくてあいや、CTO の PCI し, <laughs> PC して即死を潰すことが悪いってことですね。潰すことで、他の結果に何かイベントが起きると、どうしようもなくなっちゃうっていうのが、コロナ3年後からの乖離を起こしているそう起こすっいうことです。はい、ええー。 CTO の即死え例えば CTO がある、その先にある、例えば右の冠動脈の 4AV、4PD みたいな、そういう分子のことを、まあ、主に指していると思うんだけど、それってそもそも潰すも潰さないも、循行性のフローだから、コラテラルソースの源,源になってないと思うんだけど、潰すってのはどういうことですかすすごい賛成ですそれ <laughs> <laughs> もともと、だからフェイラーの人たちも結局即死にはこらテがいってるから、フェイラーの人たちもいやだから、あれですあのか、例えばですよ、その回線紙から 4AV を返してあの流れてるときに、4AV のところにドンって置いて、その回線紙の方の血流をなくしてしまうとかあ、そういうことか、右のイベントを起こしちゃうっていうことか、逆に、この図で言う今,今,の今の状況だとですね。ということだね。あ まあまあ、だから、本館の方のイベントが多かったのか、そこまでちょっと書いてはなかったんですけど。なんだろうね、このなん不適切が一番悪いっていうのは非常に <laughs> 身につまされる思いがあのしますけれどもね。うん。いや、非常に興味深い。他ありますか大丈夫いいですかはい、どうぞ。いわゆる CTO に何もしなかった人の用語って大体の数字って。 これまでの研究で分かってるんですかねそれとその不適切な人の数字を見てみるとどんな感じなんですかねあ、えっ、ー、と、今までの数字という、まあ、不適切との数字というのはなくて、えっ、ー、と、いや、何もしないでいいんじゃない。だから、その、えっ、ー、と、やるやらないか、もしくは失敗例の要はこれか。これですね、ディシジョンでと、えー、報告されているのが4年間で、 CTOPCI しても23.9%。全パをセンキ脂肪心筋梗塞のメイスが起こって、えー、まあや,やらなければ21.4%。今回は今回はえー、っと、よしょ。うん、10.1%とまあ6.3%ですね。随分違うね、確かに。これも。まあうん 全部合わせても多分あの,あのぐらいのパーセンテージにはならないような気がするけど。お前4年ぐらいだってそんなもんですかねこれ見ると。うん。なんていうのこのす全て全部足しゃ足しゃいいってもんじゃないよねこれね。心臓死または心筋梗塞プラス脳梗塞みたいな感じだったでしょそれって多分そんなに増えないから、非常に確かにイベント。 ないよね、でも全結構細菌が入っているので、はい、あそっかそっちに引っ張られてると思いますね間違いないね、うん、じゃあだ,だったらその初めのさこの何えー、っと超急性期のところを少し省けば5%ぐらいさ目減りしてあげればそんなふうになるかな、うん、まあそれにしても、まあ、少し、ね、値が少ない感じですけどなんか安倍先生コメントあります やっぱりやうまい施設がやって成功すれば用語が改善するんだったらやっぱりあの探求していく価値のある、あのー、ものだと思いますけど成功してもあんまり何もしない人と用語があんまり変わらないっていうところがあるとやっぱりちょっと難しいかなただまあやっぱり症状が変わる、あのー、症状は確実に改善するってことであればやっぱり かなり年齢によるカットオフが出てくるのかなというか印象です。うん、ですねあとはそのまあハートフェイラーを起こしているようなロー EF の患者さん、リスクが高い、イベントレートの高いような人であるとかっていうものは選んで、そして失敗しないというか、不適切にならないように、かなりその施設を選んで、えー、エキスパートの術者のみがやる、まあ、そういう限られた特別な治療になるかもしれないですよね。 ならないと思うけどね、日本では。<laughs> はい、ありがとうございました。えー、っと、高田どうぞ。大丈夫かないわな、うん。大丈夫です。ちょっと無理,無理です。すみません。岩波先生、これ、まあ、PCI の CTO の PCI は、まあ、フェーラーっていう概念というか、くく,くりがあるんだけど、逆にその、 えっと、EP というか、その、カテテテルアブレーションでのフェイラーって、どういうふうに取り扱われます考え方として。まあ、VT アブレーションはフェイラーとかあると思うんですけど、はい、ただ、外科的にっていうのはやっぱり難しいので、メディカルでっていうことになることが多いと思います。もしくは、例えば、その、より上級位というか、上級施設への、 そのはんえー、紹介でリルーってことはありえますあそれはあると思います。v t a プレーションも、まあ、PVA があんまりないと思いますけど、うん、あると思いますね。はい、上手い10社に任せるっていうのは。うん、そ,のその場合、上手い下手っていうのは、なんだろうど、どこで判断されてるとかどど、何が違うんですかえっと、賞、まあ、レースをこなしている施設の方が、うん、まあ慣れている、ストラテジーに長けているっていうところがあると思うんですよね。うんうん どこをエンドポイントにしてどこまでやるかっていうのがやっぱり実写によって少し違ってくると思うので、まあ、そこら辺だと思います。なるほど。なんていうかその手の器用さとか髪の手系の,あの話っていうか概念はあるんですかまあ、伝意の読み方っていう意味では、まあ、目のいい先生とてのがいらっしゃるのでまあそういうところはあるかもしれないですね。はい。ということで、畑先生どうでしょうかそんな感じのようなので。 うん、まあそうね、成功してもそんなに恩恵が得られる人は多くないのかもしれないなっていうことであれば、うん、やっぱり、まあ、今後若者がですね、俺は CT オペレーターになりたいっていうモチベーションが少し、まあ、下がってしまうかなという感じ気はしないでもないですね。ということで今日の MVQ 教えてください。MVQ は えでもまあ、柴橋先生のことですかね。まあ、南先生と柴橋先生は<ん>同じことなんですけど、まあ、確かにちょっとこう、まあ、即死のトラブルって、で、心筋コード3年後に上がるっていうのを、ちょっともう,もう一度、何かに書いてないか調べてみたいと思いました。はい、分かりました。か、<laughs> それは <laughs>。<laughs> ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。